手線。あ、いや全然大丈夫。山手線さんに乗り遅れて走ってきました。山手線さん。マイナ運動がすごい苦手だからすぐ息切れしちゃって、マイナはか弱い生物です。境にニフィとかと同等です、多分。あ、そっか、体がちょっと弱い。運動さんがね、苦手です。運動さんが、モエナ。モエナです。モエナ。モエナです。モナ。モナです。モナ。モナカです。モナカ、小豆入りモナカが好き。あ、モナカが好きっていう話、ね。うん、で、呼び名前はモエナちゃんだよね。じゃあモエナちゃん。シュジ君。そう、あ、シュじゃない、俺はシュウヤです。あ、この前高校さんに行った時にショジ君って人に会ったから間違えちゃった。あんま合コン行った時の話ね、会ってすぐしない方がいいと思う。シュヤ君。はい、シュウヤです。お願いします。お願いします。あ、なんかわー、食べるよね。お腹ペコー。あ、お腹ドリルの息のペコーってくらいお腹空かせてきました。あ、そう、うん、じゃあなんかわー、え、結構ガッツリ食べてもいいんですか。あー、全然食べようよ、うん、そしたらマカロン丼は、これツナとほうれん草のパスタだね。マカロン、いちごのショートケーキさんがいい。あ、うん、マカロンタワーちょっとないみたいだけど、すいません、あの、いちごのショートケーキ、はい、お願いします。お願いします。あ、がっつりいちごのショートケーキさん食べられる。あんまがっつりっていうか、うん、うん、モエナちゃんはあれだよね、お仕事が今アルバイトしてました。してました。うん、辞めちゃったんだ。うん、カフェで働いてて、店長さんが知り合いって人で、その人に採用してもらったんだけど、しげじいさんが辞めたらモエナもクビになっちゃった。え、しげじいがクビになったら、なんでモエナちゃんクビなの。モエナ1日に5枚ほどお皿を割っていましたゆえ。あ、しげじいがそれをかくまってくれてたの。じゃあ、モエナちゃん自体はもう全然仕事できないみたいな。あと、制服さんはあったんだけど、それを着ないで白いお洋服を着てたからかもしれない。それダメでしょ、制服ちゃんと着ないと。モエナは白いお洋服じゃないと。あ、それ意外とこだわりが強いのね。へぇ。そして今は、暴露横山の居酒屋さんで働いてます。え、暴露横山、家そっちの方なの。徒歩2時間くらい。徒歩、うん、なんで、うん、アップルパイがあって美味しそうと思って応募しちゃいました。いや、アップルパイある店だったら他にも結構あると思うよ。パン、うん、あ、そうなんだ、不思議な子だね、なんか。ん、何仕事してるんですか。俺はちょっと書いてたけど、うんうん、ウェブライター。うん、ウェブライターなんだ。その通り。すごい。そう、だからフリーランスだから、うんうんうん、だから髪の毛とかも自由だし。あー、すごい。肌触りがいい感じなんだ。そうかな。あんまりそれで売ってないと思うけど。あ、ここも肌触りがいい。気持ちいい。うん。前のほっぺ気持ちいい。触っていい？ダメ。なんで？ダメ。お外でほっぺ触ったらダメでしょ。めっちゃ触ってなかった。これお餅。これほっぺなんだけど。これお餅。マイナーは今日のためにパックしてきた。え、じゃあ触っていい。ダメ、これお餅だから。餅だから。か、なんなんこの子。磯辺餅か。いや、でもさ、なんかモエナちゃんみたいにこのモテをこう前面に、モテたいっていうのを前面に出す子って俺すごいいいと思う。いや、なんかさ、こう世間の風潮的にさ、今あんまこうモテたいとかモテとかさ言わない方がいいみたいなのあるけど、なんかこう男とか女とか関係なく、こうみんなに好かれたいみたいなのを前面に出してるの俺めっちゃいいと思う。もうな、みんなに好かれたくてやってるわけじゃない。え、もうなの場合は恋愛対象が男性だから男性にしかモテたくない。あ、そうなの。
あ、もう男受けが良ければいいってこと。男受けが良ければいいと最悪思ってます。あんまはっきり、まあでもそれはっきりと思ってたい。おお、それを言うのめっちゃいいと思う俺は。はずきりょうめみたいやった今。モテたいっていう感じが。あずきルーペみたいだったね。うん。翔也くん恋愛はしてる？ん？恋愛は、まあ、最近はしてないかな。まだもしてない。最近ハグしたのが最後っきり。え？それ何？そのワンナイト的なことか。ダニエルくん。外国人？キティちゃんの彼氏さん。と夢で。それダメじゃない？人の男。うん、だからキティちゃんの鏡があるんだけど、それ使うときはいつもごめんなさいって言いながら使ってるの。懺悔。あ、そう。じゃあダニエルくんとハグしたのが最後でっていうことか。じゃあ人間の彼氏は？シゲジ。付き合ってたの？シゲジ。え、あのさっきのかくまってくれてた店長でしょ？ちょ、待って待って、何歳？先月67歳だった。マジで？え、年上好き？パン？なんかちょっと都合悪くなるとパンってやつやめて。パン？あ、そう。すごいね、なんか見かけによらずというか。うん、まあそんなこともさておき、今日は楽しもう。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 ちょっと待って。俺の注文すんの忘れてたわ。じゃあ、萌えなの選ぶ。うん。ありがとう。萌えなは。俺が選びたいんだけど。サバがいいかな、やはり。巨国ロ。マロンクリーム。うん。サバで。